まあ、イノファウストミリアテスターということで、まあ、キャラのバランス的にはいいんでしょうか。すごい強い気がします。さて今日は、大会の形式確認していきましょう。おそらくランダム3オン兼4オンなんでしょうね、4対4になりましたが、まあ、枠は取ったばっかりなので、まあ、試合は全部録画で収録できるでしょう。というわけで先鋒戦ロボ VS スーペースター、開幕円 S から押していくのはフェノシテスター、空中ダッシュ、前グゼガード、前剣前グゼ木を植えてクミサー、画面端に行ってしまう。ダッサーは立ちガード、前剣走って距離詰めていくところにスライディング、置いてあった着地回転パー、チミサー中段ガード、前グゼ拾ってランジ当たらない、石富引きずり下ろしてしゃがす、当たらない、ミサイル昇竜拳、ロマキャンから攻めていく、ミサイル後ろエグザー直が、マイケミサイルめくった、2ラウンド目後ろエグザー、後ろジャンプ避けて口出し、ミサイルヒット、ダストヒット、バースト対応、暴れてしまった、青木は出ない、ランズガード、射掛けはかかんぽかったが、射掛け当たらない、今度当てる、チミサ、下段、立ち系、ちょっと船虫側、ペースがつかみきれなかったが、これ前系、ランズ、カステ、前パー当たらない、クミサ、クミサ削っていきつつ、立ち系からチミサ、投げ越して、コパンから拾いに押せないが、体力は大幅に取って、横までシャガハイ差し込んで、シャケガード、マイクでガードガード、怖い、空中出し飛び込んできて、タッチキーヒット、バースト通してジャンハイ、前グゼ相打ち、2ヒットしてランズが出ていない、タッチパン、タッチパン対空から PKPS ジャイス、画面端マイク前、はい、ここは入れ込んでいたようです。最終ラウンド口出しスライディング、チミサーダースヒット、 PPP 低電力コンボ決めてマット敷いて板が S ハイ網ランカス、さあ変なコンボ、タッチパン強いです、 PKPSS ハイランズピアンつけて、あ、こう安定してファントムつけて、前系ランズ、ランズじゃねえわ、エグゼデタングル、また割れてしまった、こっから吸ってもう一回酒、まだ生きてる、体力はもう少ない、ジャニス突っ込んで、これはフルト張っているが走ってキンボヒットが、ここでしっかりサーチしていた、B 筐体ではアクシデント後半発生中です。空気のようにね、激鱗が飛んできました。影響対先方中堅戦、出てくるのはオスカイノ、ロボイノ、全く分かりません、もはや見たことがないレベルの組み合わせです。チミサーキネス、空中投げからシャガバンで拾い直してバーストを警戒していたが横剣に当たらない、ホバーでバースト読み、これ投射バーサーから
バスト。シャーケシャー返すディレイだった。当たって。時間差を上がりを使って大きい攻めを拒否していく。じゃんけから立ちけ横蹴み。大きい攻め。ジャンハイ。さあ、ここで首下ヒット。ワンコモで体力追いつく。音符対クミさん怖いぞ。井上がちょっと怖かったか。ジャイス。シャガ系回電波狙ったがもうすでに飛んでいた。一本選手はオスカイの2ラウンド目。ジャンケから突っ込んでダウバって。ダスト、生ダスト。ワンコンボ。走っていく。シャガイ。バースト対応になってしまう。勝手になってしまう。吸い込んで縦気味空中判定で拒否ったが音符重ねてシャガイス横気味当たらなかった。クーミサが飛んできてて 1-1 横気味狂言から消す。あれじゃないですかな。食らってまだ大丈夫。電力稼いで馬はバックス狩りして画面端バックスにチビサ引っかかってしまった。もう一回難しいけど前ハイチビサ通してしまう。ここ危ない。立ち系からアスチビサ空中くらいで逃げたがちょっときつかった。クーミサさあ、煮立てをしていくのは悪霊ロボ。残りは2人。残っているのが、おのこしミリアと大阪ワースト。ここは出てくるのはおそらくおのこしさんの方じゃないかな。先方副将戦。勝手に復勝って言っちゃいましょう。おのこしミリア、ジャンエス、ワンコンボ、はい、4割ゲット。バナナボート、差し込めなかった。バスを打って。ジャンハイ、ジャンハイじゃねえわ、前ハイ。馬から、ウィンガー。時間差が上がり、勝利権、ローマキャン。ジャイスからダスト、大好きなダストを振ってジャイアンス当たらない。バスをしっかり振り向く。さあ今日は調子がいいぞ。かなりノリノリだ。ダスト当たらない。さすがに当たらなかった。バットムーン飛んできた。マイパン対空できない。針から拾って KS ハイ DD バトムーンでダウンを打ち。ジャンハイシャガーハイ置いてあった。持続当たってプリティメイズからワンコンボ。補正切り狙っていたか。ジャイスヒットワンコンボ電力温存馬ヒット立ち合い掲載体力が逆転。バトムーン差し込んでプリティメイズ、キンバーヒット。投げてきて、キンエス、バ、ワイヤー。はい、最初ラウンド。じゃあ、サトゥさんペンお願いします。バットムーン、やりたい放題。ラスト、やりたい放題。ここにマジです。バースト、打って。サイリング、ダスト、やり返す。ワンコンボで結構ヘルトン。完全に着地が越している。ティディクナゲ失敗。ジャンハイ危ないぞ。ウィンガーバレている。助けからダスト。いつもやってることやられ返してしまった。あれれれれあれれれれ。残っているのは大阪さんですね。今日は大阪で出ているということは代理エントリーだったんでしょう。代理定格
ギリギリ参戦だったんだ。まあ僕は余裕で間に合いませんでしたがね、いつも通り。さあ前方大将戦、いきなり 25% たまる。あんた愛から海沢、海沢ヒット。エース使っているがかかんなし。突っ込んでいくのはクリオロボの方。エース今日ドーナツ前から来て空中くらい前、はい、タッチパン。さあ画面端ちょっと見切りづらい。77前から来た隕石前、はい、ここはバーストが当たらないんです。ノーキャンするとでも関わないんですとか言ってたら昇竜拳暴れていた。ラストヒットバースト放ってバー空中くらい2ラウンド目投げてチョコレート装填画面端。さあちょっと大きめのチョコレート来たぞ。どん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 ミートボールでしたからのハンマー、ハンマーあぶろってる。爆弾だった私も見てませんでした。あミートボールシャガーパン早いね。まあまあメテオよく出ますよ。ほんとほんとメテオはよく出るから。いやいやたまにポチョ2体とかよくあるからさ、ザラザラ。ほんとほんとよくあるからさ。さあ時報何が出るか。
隙を伺ってメッタを通す。これで勝負強さが出る。さあ残りは2人、追いつけるか。残っているのはでも小林ミリアとラークメイ。ファーストが相当めんどくさいぞ。あれマイク声入ってますかね、聞こえてますか。なんか実況どっか行ったって書いてあるけど、マイク聞こえてますか。聞こえてないのかな。 OK 今入った、戻った、聞こえてます。どっからが切れちゃったんだろう、わかんないや。ずっと入ってなかった、今大丈夫。さっきなんか切れてたのかもしれませんね、わかりません。ジャンハイカウンター、なんだろう、普通に喋ってただけなんだけどな。毒キンバは当たらないんです。ダバソタイムリーバーストーズはいいですね。設置してジャンハイ、あジャンですか、足まだいい、アクアできないがラインを上げていく、戻ってデトアングル前を使って、足場ライからの五所川原ボンバーで SI 立て、2ラウンド目じゃん、はいカウンター、これ美味しいぞ。5立ち合いポチョムキン前、はいポチョムキン、ほらあるんです、よくあるんです、こういうこと。エリアルはいい判断だった。これ 1P が行くとちょっとめんどくさいぞ。さあ3体目、よくあります、こういうことはよくあります。チリファウストと同じような感覚で出てきます。さあいます、移動距離が押す、スピードが遅いのもいいね。しかしなぜか体力減ってるのはファウスト側、ここで運が悪かった、肝心なところで運が悪くて、ハマー八王子まだ回復はしている。さあまだ回復できる、できない、できる、どっち、できた。さあセルフで熱い試合を展開する大阪ハウスと、チョコレートはガムシ、バレンタインデーなのにから、これチビを出して、さあ勝負強さを演出している、ダメージじゃんけん消している、中段完全に打ってる最中にもう席を立っていた。さあ頑張った、粘り腰だったが勝ったのはラークメイ。